はい、乃木坂46遠藤さくらファースト写真集発売記念スペシャル。イエーイ。皆さんこんばんは、乃木坂46の遠藤さくらです。すみません、早々に噛んでしまったこんばんは。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、始まったって、ありがとうございますあ、もうなんかみんながおめでとうっていっぱい言ってくれてるありがとうございます。ふう、緊張するありがとう、おめでとう、ありがとうございます。さくちゃん一人で喋れる？頑張ります。緊張してますがはい、私乃木坂46遠藤さくらのファースト写真集が10月3日に発売することが決定しました。この番組はそれを記念して配信しています。写真集のお話をいろいろしていけたらいいなと思っていますので、最後までお付き合いください。よろしくお願いします。こんばんは。すごい、どんどんみんな見てくださってますね。ありがとうございます。服かわいい。そう、ちょっとピンクです。珍しいのかな、衣装では多いかもしれないけどピンク着てます。あ、すごい写してくださった。お、3万人の方ありがとうございます。よいしょ。買います、絶対。だってありがとうございます、嬉しいね。はい、ということでですね、写真集 SNS などでも事前に告知していますが、今日のハッシュタグはもう考えてあります。そのハッシュタグがこちらです。じゃん、見えます？ハッシュタグさくの本出すよですさくの本はひらがなで、出すようだけちょっとね漢字になってます。こんな感じのハッシュタグになってるので、投稿で番組を盛り上げていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いしますハッシュタグ、そう、さくの本出すようですなんかトレンド入ったらいいなと思って、一緒にマネージャーさんとスタッフさんと考えましたよろしくお願いしますそう、かわいいでしょこのハッシュタグ、よろしくお願いしますいやー、緊張しますね、配信は本当に。よいしょ。あ、そう、そしてこのショールームをご覧の皆様のためにプレゼントを用意しました、画面のカートボタンを押してショップルームにて写真集を購入していただくと、特典としてサインとコメン付き限定ポスターを漏れなくプレゼントしちゃいます。それがですね、こちらになりますね。じゃん、これですよね。じゃん光っちゃうか、これですそう、これがもうね、今日しか手に入らないんですってそう、これはですね、あ、そう、これにサインとコメントをつけての限定ポスターになります。見えてる急にアップになったいや、ありがとうございますそう、
ポスターとサックの顔の大きさ一緒らしいです。そんなことないよ、一緒なのか。でも確かに結構このポスター大きいのでそう、ちょっと実際の大きさと同じぐらいと思っていただけたらいいなと思います。原寸大なのかな、結構大きめですいやー、そう、等身大ですよ。よろしくお願いします。よっ、はい、あ、ちょっと待ってください。ちょっと緊張して全然なんか今日ダメだな、ごめんなさいね、なんか緊張しちゃう。そう、そしてこのポスターはですね、あの今日の23時までにこう買っていただかないと、これはもう今日まで限定ですので、皆さんね、ちょっと購入していただきたいなと思っていますいやー大丈夫だよって、ありがとうございますよろしくお願いしますよっ。さあ次はここからはですね、写真集の方のトークをしていきたいなと思います。ちょっと待ってください。あの発売記念で、あの質問をねいただいておりますので、ここにたくさんボードも置いてあるので、この質問にどんどん答えていきたいなと思っています。じゃあもう1個目からいっちゃいますねじゃん、1つ目の質問はこちら。写真集を発売すると決まった時はどう思いましたかという質問です。そうだな、写真集、でもまさかの話すぎて、最初は戸惑いがすごく多かったですね。私自身はこうメンバーの写真集をね見たりするのはすごく好きだったので、今まで同期のメンバーだったり先輩メンバーだったり写真集をたくさん見てきてて、自分が出す側になるって考えたことなかったのでね、ちょっとびっくりはしましたね。それでもこう写真集を作る上でたくさんの方がいろいろ協力してくださって、いろんなこと考えてくださって、こうすごく私のために動いてくださっているのを見てすごく嬉しくなって、私も撮影頑張ろうって思いました。そんな気持ちかな。はい、こんな感じです。よし、そして次の質問はじゃん、発売を発表した今の気持ちはということで、そうですね、やっと解禁になったなっていう感じで、もう解禁前はねドキドキです。本当にもう喜んでくれるかなとか大丈夫かなっていう気持ちが多かったんですけど、でもこうたくさんの方が喜んでくださっている反応もちゃんと見てますし、ちょっと安堵しています発売までね10月なのでもうちょっと先なんですけど、一緒にみんなで待てたらいいなとは思っていますね嬉しいって言ってくれてる、ありがとう。そうだね、2ヶ月ぐらい、あっという間か。そうかな、来たすぐ来るね待ち遠しいね、ありがとうありがとうございます。おお、現在トレンド8位です。
よかった。嬉しい。ありがとうございます。そしてじゃあ続いての質問に行きます。じゃん。周囲の反応は？とのことで。周囲の反応、でもやっぱりファンの方がすごく喜んでくださってるのはちゃんと見てます。いっぱいこう嬉しいコメントも読ませていただいてますし、ああこんなに喜んでくださってるんだなってみんなの言葉を見て思いましたし、あとはそうだな、でも昨日こう先行カットが、ね、公開された3枚の写真、こう解禁される前にお母さんに送ってたんですけど、お母さんがすごい可愛いって褒めてくれて、ちょっとそれが嬉しかったです。よかったなと思います。そんな感じ。嬉しいね。あ、メンバーはですね、今日は朝からメンバーはみんな一緒にいたので会ってたんですけど、一番最初に声をかけてくれたのが田村真由ちゃんでした。真由ちゃんがこのカット大好きとか、走ってる柵めっちゃ可愛かったとか、なんかすごいね、朝からいろいろこういっぱい公開されてたんですけど、全部知ってくれてて、真由ちゃん。すごい愛だなと思って嬉しかったです。ありがとう真由ちゃん。そんな感じ。そうだよ真由たん、さすがですね。ありがとうございます。よし、じゃあどんどん言っていいのかな。質問は、じゃあ続いての質問は、よいしょ、じゃん。発売日のお誕生日までにしたいことはです。でも2ヶ月ぐらいあるもんな。10月まででしょ。なんだろう、なんか毎年行ってるような気がするんですけど、私夏にかき氷を作りたいっていう夢があって、自分でねかき氷こう氷削って、私は抹茶が好きなので宇治抹茶、宇治金時にして白玉いっぱい入れてこう自分で作ってみたいなっていうのがあるんですけど、なかなか毎年叶わずにいるので、今年はまあね、お誕生日までにどこかでできたらいいなとは思ってます。あ、そうそうそう、ふわふわのかき氷で作ってみたい。いいでしょ。あとはそんなね、お誕生日までにしたいこと、なんかあっという間に来てしまいそうで、なんか結局できずに終わっちゃいそうだけどな。ねえ、そんな感じのなんかゆるい目標です。叶えられるように頑張ります。そしてじゃん、次は写真集の SNS アカウントはということで、 SNS アカウントはですね、これですかね、じゃん、これです。アットマークさくの本です。これがアカウントの名前になってます。これもなんか可愛いよね。可愛らしい、嬉しい、気に入ってます。結構そう、これでちょっと調べてみてください。フォローしてくださると嬉しいです。サクの本ね、サクの本いいよね。なんかそうそうそう、 TikTok もあります。そうそうそう、皆さんぜひフォローしてください。よろしくお願いします。
よいしょ。そして次はですね、撮影場所はどこっていう質問です。撮影場所は沖縄本島と、あとは愛知県名古屋市、地元です。その2箇所で撮ってきました。どっちもすごく素敵な場所だった。沖縄とかはもう小さい頃に旅行で行ったぶりぐらいで、ほんとちっちゃかったので全然覚えてないぐらいだったので、あ、でも乃木坂に入ってから仕事で一回行ったか。でもそんぐらいなかなか行く機会がなかった場所だったので、とても嬉しかったです。あとは名古屋、愛知県ですね。なんだろう、まあ、地元で撮影できることはすごく嬉しかったので。あとは私、実家に帰ると本当にずっと家にいるんですね。まあ、普段もそうなんですけどだから久しぶりに写真集で名古屋帰って、久しぶりにこう名古屋の街をちゃんと歩いた気がします。うん、それも嬉しかったです。こんな感じ、写真集でね、そのなんか地元の魅力だったり、あとは沖縄の街の綺麗さとかだったりが伝わってくれたら嬉しいなと思います。こんな感じですよいしょ。そして次の質問、沖縄と名古屋で撮影することになったのはなぜ？なぜ？まあ、名古屋は生まれ育った故郷なので地元なので選びましたね。それで沖縄はなんだろう、でもやっぱ海が綺麗っていうのもあって、海が綺麗だし、こう天気も相まったら素敵な、きっとね、絵が撮れるんじゃないかっていうことで、いろんな方の意見とかも聞いて沖縄にしました。沖縄に行ってきました海もね、そうなかなか行く機会ないもんねそうそうそう、暑かったです。でも沖縄すごく。よし、じゃん。続いて、撮影で一番楽しかったことは、撮影で一番楽しかったことは、いっぱいありますね。なんだろう、撮影で一番楽しかったこと、ご飯なんか撮影じゃなくなっちゃうんですけど、この写真集で一緒に来てくださったスタッフさんの方とかカメラマンさんとか、こうみんなでやっぱご飯食べてる時が一番楽しくて、たわいもない話をして沖縄名物食べてっていう時間がすごく楽しかったです、一番そうねえ、ご飯一番だよね。そう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 、あ、そう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 、沖縄料理たくさん食べましたよ。結構王道なものばっかり食べてました。そして続いての質問、じゃん。撮影で一番大変だったことはということで、天気がね、ちょっと変わりやすくて、沖縄結構私が行った時は曇り予報だったり雨予報だったりが結構多かったので、なんだろう、でも本当にこのまま撮るかってなって、パーってカメラ向けた時にこう晴れてきたのでね、結構変わりやすいのかな沖縄は。
でもちゃんと撮影する時にはすごい晴れてたので良かったです。はいはい、そんな感じですね。はい、ということでここでもう一回告知をしとこうかな。こちらの限定のポスターですね、こちらがですね、これか、画面のカートボタンを押してショップルームにて、ね、写真集を予約していただくと特典としてサインとコメント付き限定ポスターを漏れなくプレゼントします。この絵柄の特典は今日限定ですので、あの皆さん23時までにぜひぜひよろしくお願いします。私の顔のサイズと同じというポスターです。ぜひゲットしてください。お願いします。よいしょ。そしてちょっとスピードアップしますか。はい、一つ目の撮影場所、沖縄で美味しいもの食べましたか。食べました。あの海ぶどうが大好きになりました。海ぶどうめちゃくちゃ食べて帰ってきましたね。あのお土産にもちゃんと買って帰りました。あとはもうゴーヤチャンプルとかソーキそばとか本当に王道なものばっかり食べてましたね。美味しかったです。じゃあもうサク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 、じゃあ沖縄で一番思い出に残っていることはということで、これはあのビーチでの撮影で、あの夕日がすごく綺麗な時に撮れたカットがあって、あの衣装も相まってすごく綺麗でした。それが思い出に残ってます。あの写真集にもねちゃんとそのカットは入っているので、あの目で見て確かめていただけたらなと思ってます。よろしくお願いします。そしてじゃん、沖縄で印象的だった場所は、沖縄で印象的だった場所はちょっとね外国っぽい雰囲気の場所に行って、その時の撮影はちょっとね雨が降ってたのかな、それでちょっと商店街とかが暗くなってたんですけど、それがちょっと雰囲気出てて私は好きでした。それもあの写真集の中に入っていますのでぜひチェックしてみてください。そしてあ、名古屋だ。2つ目の撮影場所、名古屋には何歳まで住んでましたか。オーディションの時だから16歳です。16歳まで住んでました。高校生ですね、高2までいました。そしてじゃん、地元名古屋のおすすめスポットはということで、私ねこれいつも聞かれて答えられないんだけど、東山動物園にしておきます。あのここの動物園、あの幼稚園生の時からね結構遠足で来てたりするので、東山動物園、イケメンゴリラがいます。そうそう、イケメンゴリラがいます。あの多分イケメンなので、ぜひぜひ、私のね思い出も詰まった動物園なので楽しいです。ぜひ行ってみてください。はい、じゃん。そしておすすめの名古屋飯は、おすすめの名古屋飯はやっぱでもな、ひつまぶしとか手羽先も私好きなんですけど、味噌カツとか、味噌カツ美味しいですよ。揚げ物好きっていうのもあるんですけど、カツと味噌のあの組み合わせがものすごく大好きなので、ぜひね愛知県名古屋行った時は味噌カツとか食べてみてください。じゃん。そして写真集撮影のために頑張ったことは、頑張ったことは食事です。食事を頑張りました。なんだろう、写真集だからって言ってなんか無理にこう体を絞ったりとかではなく、結構健康的なものをいっぱい食べて、あの元気に撮影に行きました。それをちょっと目標にしてましたね。ご飯いっぱい食べてました。そしてじゃん、衣装やヘアメイクでこだわったことは、でも衣装さんもメイクさんも全部私
にこう似合うメイクとか衣装とかを全部選んでくださって、結構ね私らしい衣装となんかヘアメイクっていうのが結構多かったので、ちょっとそれは写真集を見て、あーさくちゃんらしいなって思ってくれたら嬉しいなと思います。そんな感じ。そしてあ、でももう残り少ない。じゃん。撮影した写真を見た感想は、でも嬉しかったです。こうなんだろう、自分のなんかすごい笑ってる顔とかすごい食べてる顔とかあんまり自分でこう見たことがないというか、あんまり意識して見たことがなかったので、こう写真になって改めて自分の顔を見た時に、全然知らないなんか私がいっぱいいたなと思って、すごく嬉しかったですね。ありがとうございます。そんな感じ。あ、最後になっちゃった。じゃん。ファンの皆様へ一言お願いします。そうですね、一言。あー、でも本当にすごくなんだろうなんからしさが出てるなっていう感じの写真集に仕上がったので、すごく喜んでくれたら嬉しいなと、それが一番思ってます。なんだろうなね、写真集出せることも本当にファンの皆様のおかげだと思っているので、いつもありがとうございます。写真集もよろしくお願いしますということです。ありがとうございました。はい、質問コーナーは以上になります。そしてここでもう一回告知をしておきます。はい、これは画面のカートボタンを押してショップルームにて写真集をご予約していただくとついてくるポスターになります。今日の23時で終わっちゃいます。皆さんぜひよろしくお願いしますお願いします。そうだよね、今日限定ってなると絶対手に入れてほしいな。はい、あ、予約した、ありがとうございます、嬉しいね。はい、続いてはですね、こんなことをやります。先行カット解説、ありがとうございますはい、解禁された先行カットを見ながらお話ししていこうと思います。まずはどれからいこうかな。一番最初に載ったこれかな。じゃん、これです。いいよね、このなんかすごい笑顔なカットになってます。これは名古屋港水族館で撮った写真です。私がめちゃくちゃ走ってる瞬間だったと思います、確かそう、なかなか私さ、こんな笑顔をしてるんだって初めて思いました。こんな顔なんですね。そう、こうやってなんか自分でも知らない顔を見れて嬉しかったです。これはちなみに梅澤美波さんが好きって言ってくれたかもしれない、今日笑ってるカットが好きって言ってたから多分これです。ありがとうございます、嬉しいね、恥ずかしいけどちょっと爽やかな感じでも名古屋港水族館は、でも小学生の時とかかな、学校の行事で行くとか、あとは家族で行くぐらいだったので、本当に大人になってからは久々に来ました。すごくいいところだった。なのでまたプライベートでも絶対に来たいなと思ったし、今度は
イルカショーを見に行きたいと思います。そう、あの写真集の中ではあの水族館のカットがものすごく自分的にはお気に入りなので、ぜひぜひ見てほしいなと思います。そして次のカットはこちらです。これはタコスを頬張っているカットですね。沖縄の撮影2日目ぐらいにあの食べに行ったタコス屋さんだったかな。すごい衣装もね、結構明るめの衣装を選んでいただいて、タコスも私あんまり食べたことがなかったからめちゃくちゃ美味しかったです。あらら。はい、あとこの飲み物何でしたっけ。めちゃくちゃ美味しかったやつ、あ、そうだ、あのモヒートのアルコールなしをいただきまして、これめっちゃ美味しかったです。タコスにもあって、ちなみにこれは田村真由ちゃんが一番好きと言ってくれたカットです。食べてるのが可愛かったって言ってくれました。ありがとう真由ちゃん。はい、お、5万人の方ありがとうございます。嬉しい。よし、続いてのカットはこちらです。おー、すごい、やっぱ海綺麗ですね。これは沖縄のビーチで撮りました。白いワンピース着て、髪の毛もねなかなかしないツインテールにしていただいて、ちょっとはしゃいでるカットなんですけど、いいね、なんか爽やか。やっぱ沖縄の海がすごく綺麗だったので、なんかホテルの部屋から見える海とか、こうやって実際にビーチに行って見る海とか、もう全部綺麗すぎてなんか圧倒されてました。ちなみにこれは久保しおりちゃんが一番好きと言ってくれてました。嬉しい、ありがとうございます。見事にみんなバラバラのカット好きって言ってくれてありがたいですね。ありがとうございます。そう、ちょっと幼いんだよね、確かに、なんでだろうちょっと幼いですけど、これも私のお気に入りのカットです。ありがとうございます。よし、こんな感じでした。皆さんはどのカットがね好きなんだろうか。ありがとう。かわいい。うん。そうか、ツインテールが幼く見えるんだね。多分。そうかそうか。はい、そんな感じです。こんな感じで先行カットの解説は以上です。そしてですね、もう一回告知しておこう。よっこら、じゃん、こちらはですね、画面のカートボタンを押してショップルームにて写真集をご予約していただくとついてくるポスターになります。今日限定なので23時までです。ぜひぜひゲットしてほしいです。これは名古屋の桜が綺麗な道で撮りましたね。ちょっと歩いてる、散歩してる感じの可愛いショットになってます。ありがとうございます。これにあのサインとコメントをしますので、皆様ぜひよろしくお願いします。そう、桜綺麗だったよ。うん、初めて行く場所だったけどすごく綺麗でした。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。よっ、そして次に行きますか。続いては質問コーナーをやりたいと思います。写真集に関する質問を中心に答えていきたいと思います。あの皆さんぜひコメントで質問を送ってください。
コメント。これは私が選んで読んでいいのかな。おー海で泳ぎましたか。泳いでないです。海では泳がなかったですね。でも一応水泳は習ってたので泳げるつもりではいたんですけど。どうなんですけどね。何がいいかな。一番最初に誰に報告しましたか。お母さんかな。でも写真集撮るよって。何がいいかな。お気に入りの衣装はね、そうまだね全然言いたいけど言えないっていう状況。これからどんどんなんかいろんなカットがね出てくるたびにこれお気に入りだよっていろいろ言いたいな。トークとかでも送りますね。何かな。日焼け日焼けね、まあ、しちゃうよねっていう。本当にね、私もともとあんまり白くはないんですけど、焼けやすい体質っていうのもあってすぐ真っ黒になっちゃうんですね。日焼け止め塗っても日に当たっちゃうと。でそう日傘とかもね頑張って差してたんですけど、やっぱ沖縄の日差しには耐えきれませんでした。そうちょっとねこんがりして帰ってきました。やっぱみんなそうだよね、なんか心配してくれてたよねきっと。ちょっとでも戻ってきたかも。あとはなんかありますか？質問。何？何がいいかな？何がいいかな？あ、日焼けね、日焼け、日焼け。あ、なんか今見えた。みっちゃんの反応はって、ヤクボミオちゃんかな。ヤクボミオちゃん反応、でも今日はね会えてないんですけど、だからどんな反応してくれてるかは分かんないんだけど、でも個人的になんか一番早くに見せたいメンバーですね、ミオちゃんは。写真集いやあ、カッキー？カッキーは、わかんない。わかんないって言っちゃあれなのかな。そう、まだね、話してないから、カット、写真集の先行カットも見てくれてるかもどうかもわかんないけれども。でも、カッキーもね、優しいから。ちゃ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 。すごい前のめりになっちゃう。コメント見たいからね。水族館楽しかった。なかなか行けないからさ、水族館とかちょっとハマりそう。四季大好きです、ありがとう。あとはー何がいいかな。お土産？
あの海ぶどう買って帰りました大好きなんですよね、本当に美味しいから。あと何買ったかな、あ、ジーマーミー豆腐とか買って帰りましたね。暑かったな沖縄、聖地巡礼します、ぜひぜひ楽しかった沖縄も名古屋も。お、もうエンディングですか。あっという間ですね、早かった。はい、なんかすごい早くに終わってしまいましたけど、もうエンディングのお時間になります。はぁ、エンディングだ。そうですね、スクショタイムしますかスクショタイムどうしよう、なんかとりあえず普通に撮ってポスターと撮ってってしますね。じゃあとりあえず普通に、はい はい、じゃあ次これを持ちたいお、はい、はい、ありがとうございます。あ、じゃあこの一応これもね、アカウントのやつも持ってきます。ありがとうございます。こんな感じでスクショタイムは以上になります。早いね、結構あの緊張しすぎて全然うまくしゃべれなかった申し訳ないんですけど、ねえ、すごい嬉しいです。こんなあの写真集を記念してショールーム配信させていただけるなんて、ありがとうございます、見てくださった皆さん。そして改めてあの告知をねさせていただきます、はい、こちらは画面のカートボタンを押してショップルームにて写真集を予約していただくと、特典としてサインとコメント付き限定ポスターをあの漏れなくプレゼントをさせていただきます。この絵柄の特典はあの今日限定ですので、皆様ぜひぜひ23時までです、よろしくお願いしますあ、そうだ、あの写真集は10月3日に発売します、よろしくお願いします。緊張したな、うん、いやお、ハッシュタグ、あ、ハッシュタグこれですか、はい、ハッシュタグ作の本出すよ、お、5位ですって、ありがとうございます、嬉しいですね。なんかこれからもこのハッシュタグでいろんなことを投稿していただけたら嬉しいですね、私もたまに見たいなお、SNS アカウントの告知も、あ、こっちか、はい、こちらアットマークさくの本でアカウントもやっています。ツイッターじゃなくて X ですはい、 X とあと TikTok をこの名前でやっておりますので、皆さんね、あのフォローして、これからオフショットとか先行カットとかあのたくさん投稿されていくと思うので、チェックしていただけたらいいなと思います。よいしょ、じゃあもうそろそろ終わりです。あの今日は本当に見てくださってありがとうございます、とっても緊張しましたけど、あのありがたい時間でした。よし、
改めて写真集よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。遠藤さくらでした。バイバーイ。